こんにちは、賃貸のまさきです。本日は平松にございます BDK 賃貸アパートのご紹介をさせていただきます。まずダイニングキッチンの方になるんですけども、こちら約9.5畳ほどのダイニングキッチンとなっております。まあ、こちらのあたりに、ダイニングテーブルを置いていただければいいかなと思いますね。で、リビングの方にはこちら、備え付けのエアコンがついております。で、こちらはバルコニーになります。南向きとなっておりますので、非常に日当たりもよく、お部屋の方は明るいお部屋となっております。で、その横にまた洋室がございますね。こちらの方も大体まあ、7畳ないぐらいかと思いますが、洋室となっておりまして、まあ、こちらのお部屋は、ソファーとか置いていただく、くつろいでいただけるスペースになるかと思いますね。収納の方も非常に広く取っておりまして、まあ、クローゼットタイプになっております。横幅も非常に広い収納となっておりますね。またキッチン側の方に戻りまして、設備としましてこちらのカラーモニター付きインターホンになっております。来客があった場合お顔を確認してお話しすることができますね。で、こちらが人気のカウンターキッチンとなっております。で、キッチンの後ろ側、非常にスペースがございますので、まあ、冷蔵庫、食器棚置いていただいても十分ゆとりのあるスペースとなっております。で、キッチンの方は、ガス備え付けになっておりまして、で、こちらレンジフード、で、また上の方にもね、収納ですね、下の方にもございます。キッチンの方は非常に収納も多いので、お料理好きの方には非常に人気のあるキッチンとなっておりますね。で、もう一部屋ございまして、で、こちらも約6畳ほどの洋室となっております。寝室とかに利用されるのがいいかなと思いますね。もちろんこちらもクローゼットついておりまして、こちらも非常に横幅も広く、で、またハンガー、洋服をかけていただくのも非常にいいかと思います。また上の方にもね、棚がございますので、あまり使わないものとか、こちら収納していただけたらと思いますね。そしたら次、水回りの方ですね。こちら洗面所となっております。広めのシャンプードレッサー。で、その隣は洗濯機置き場となっております。で、その奥、浴室になるんですけども、浴室の方、追い焚き機能がついております。また、こちら、浴室乾燥機ですね。まあ、雨の日とか洗濯物をこちらで乾かすことも可能となっております。で、その横にあるのが、おトイレとなっておりまして、ウォシュレット付きとなっております。また、窓もございますので、非常に明るいおトイレとなっていますね。はい、で、もう一つこちらですね、廊下の方に、また収納がございまして、こちらの方、まあ、掃除機とか、そういうものを収納していただけるスペースになってますので、非常にこういった収納があれば助かりますよね。で、こちら2階のお部屋になってまして、1階部分に階段がございますので、玄関がございますので、こちらちょっと降りていきますね。こちらが玄関となっております。非常にゆったりとした玄関スペースとなっておりまして、また下駄箱、こちらの方非常に多く収納していただけるスペースとなっております。また上の方にもね、こちら収納していただけます。はい、詳しい条件に関しましては弊社ホームページの方をご確認ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。